呼吸。いいのかと。ロボリエンテル。前にさ、幼馴染と車で、うん、まあ片道2時間ぐらいかけて出かけてたんよ。はいはいはい。で、まあ帰りもいっぱい遊んで夜帰ってくる車の中で、うん、もう本当に家直前みたいなところまで来た時に、うん、あーって気づいたの。お、僕の背中の服の間からスル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 って出てきて、うん、あ、今日の朝髪拭いたタオルずっと入れっぱだったってなったっていう。虫かと思ってめっちゃじゃん。びっくりした。うち蛇でも入ってたのかと思った。蛇でも蛇かと思った今。いやいや違う違うよ。丸一日遊んでたのにさ。よかった、トイレットペーパーで。え、タオルでしょ。タオルかびっくりした。首からトイレットペーパー出てきたら相当怖いよ。うん、ごめんごめん。なんで？今のがびっくりだったよ。ちょっと勘違いしてた。ね、ごめんごめん。なるほどね。ミオちゃんの天然が炸裂してたな今。確かにミオちゃん天然エピ多いな。でもでもさ、これさ、おかゆがさ、自分で話しててさ、うちはおかゆ恥ずかしいかなと思って言わないかなと思って言わないでおいたんだけどさ、一回一緒に遊びに行った時にトイレでおかゆがスカート全部パンツにしまって出てきちゃった時。それさ、結局二人ともしまって出てきたんだよ。いや違うよ、うちはしまって出てきてない。いや、その説明するともう大変。そう、それは前に僕がそうだったよ。そのパンツにスカート入って出てきて、みおちゃんがおかゆ出て入っちゃってるよっていう説明をしてたんだけど、うん、そのすばるちゃんが二人で一緒に出てきたって思ってて、それをみおちゃんが過去に釈明したことがあってみたいなやつよ。そうだそうだ、そう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 、結局おかゆだけだったんか。じゃあそうそう、かぼちゃパンツみたいになって出てきたんよ。確かに、そうそうそう、二人が爆笑して出てきて何事かと思ったもん。なんかすごいトイレの入り口でさ、二人がさ、なんかみおちゃんがなんかわーってなってて、おかゆもえーみたいになって一回トイレに帰ってきて、また二人で爆笑しながら帰ってきたから。結構なんか僕みおちゃんと一緒にいるときさ、気が抜けてるからなんかわかんないけど、うん、そういうことある気がするな、たびたび。なるほどね。あー、でも可愛かったけどね、かぼちゃパンツも。なんかちょっと長めのスカート、普通に長めのスカートだったから、ちょっとこうふわっとしたこう短めのスカートみたいに見えなくもないみたいな感じだったんだけど。ポジティブ。拡大解釈。そうだいぶな。そう、別にパンツが丸見えとかそういうわけではなくて。そうね、そうなんだけど、もともとの形状を知ってるから。あれみたいなね。なんかね、長さ足んなくねってなったってことでしょ。そういうこと、そういうこと。いろんな思い出あるな。ね、思い返せばもう長いこと一緒にいるからね、みんなで。そうだよ。うん、ね。いろんな思い出一緒に作ってきたね。なんか最終回みたいだ。全然。まだですよ。本棚も完成したら、もうあとはエンチャントして、武器とか作って、うん、でコーネがいるときにエンドラ倒し行ってみるかみたいな感じになると思うんだけど、どうなんだろう。あ、でももうすぐ最終回なんだ、マジで。多分はえー、うん、ワンブロック楽しかったよね。あっという間だったけど、え、まだ終わらんからな、全然。うん、出たー、火打ち石出たー、これです。本当やー。エンチャントで無限弓を作るんだ。なるほどなー。矢が一本でもあれば無限弓ができるから。オッケー。これエンチャするのにレベルいるじゃん。どうする？20だっけ？だからそれでバトルコロシアムですよ。バトル。じゃあこれ松明外しちゃうよ。死んでさー、経験値をなくなったら本当泣いちゃうなー。死なないようにしないとね。おかゆ
今何レベル1 トラップタワー作ったろって書いてる。トラップタワーなんて作れないでしょ。トラップタワー作れるわけねえだろ。マイクラ作り方、うわめっちゃ大変そうだ。だよね、やっぱりバトルコロシアムでもう一か八か行くしかねえ。ネザー行ってみるか。僕レベル1だからちょっとネザーでレベル上げできるかちょっと検証してみようかな。スバルも行ってみよう。マジね。うん、ミオちゃんとスバルちゃんは死なないようにしないとのね。いやそうなんだよな。まあ、死んだらさ、みんなでバトルタワーでさ30まで耐久しようや。ちょっとさ、スバルか保険で宇宙残るからスバルかオカユ、うん、あの画面共有してもらっていい？わかりました。ちょっとじゃあ画面共有しますね今。オッケー、行ってみっか。頑張れ。ボワン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 。キノコ牛いる。マジで？なんで？うん、それ倒したらこれあれじゃん、絶対家から脱走してきたやつや。多分そうだよこいつ。多分そうだね。うわー、バトルタワー大変なことになってるぞ。え？マジでやべえぞ。何？おい、今日一回帰るかじゃあ、うん、バトルタワーに仕事があるようだ。どこがドアやこれ。なだれ込んでくるぞ。やばい。出れないこれ。これやばいって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 全員やばい、全員入ってきてる、全員入ってきてる。ちょっと入ってきてる。ちょっとおい、了解了解、攻め入ってきてるぞ。おおおお、経験値稼げるぞこれ。やばいわ。えぇ、何やってんだ。おやー、床がこうしてまた1に戻ったのであった。やばい、床抜けて消えてくおかゆ重すぎるけど。やばいってマジ。すぐ床抜けんだけど。一回あのあれしとくわ、あの真ん中来れないようにしとくわ、穴開けとく。はい、生きてる。やばい、床めっちゃ抜けてんじゃん。ちょっとあ、これね、床抜けさせていいの逆に。あ、そっかそっか、雲だけこっち来るのもね。そう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 、抜けさせることで。やばい、これトラックみたいだよ。すごいいいじゃん、ちょうどよくね。そう、うめえ。この老気なんかちま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 、ビビってんのかい？へいへいへい。全然倒そっかな。本棚できました。本棚来た。これでマックスいけます。いやー、これ豚ってさ、攻撃したらみんな襲いかかってくんだよね。え、ガチやばいよ。生存確率 0%。マジ？足速い？ちょっとやってみるか。やってみんの。すぐ殴るやん。ちょっとやってみるか。マジかよ。上から見に行こう。ちょっと押して。いすぎだろピックマン。お前めちゃめちゃいる。来たか。わで一匹これワンオンワンに持ってこう、ここで。ワンオンワン。やばい。やばい。おばあちゃん。やめて。やばい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 。やばいやばい。見て。やばいやばいやばい。何も。やばい。スバルは何にもしてません。入ってきてないだろうな。多分大丈夫です。ちょっとこれは身をもってして外に出さないとな。なんかギチギチだったらどうすんの。ビッグマン。あ、ギチギチだ。あやばい、リスキルされてる。ドア閉めろ。ズバルはもう23レベルだからそっちに行け。ちょっと待って。やばい、ちょっと待って。めっちゃ来てる、めっちゃ来てる。お前爪で行きすぎだよ。ちょっと、ちょっと、10人増やさないで、10人。やばい、やばい、誰もいない。
落ちろ。ナイスナイス。あー、ドア閉めた。ドアね、もう閉めたはず。連れてきすぎだろ。低いのは団体じゃねえか。あ、だいぶドア閉まってる、ドア閉まってる。団体様が来てしまった。ちょっとネザーでのねレベル上げは難しいかもしれないですねこれね。だから言ったやん、何こういうこういう基地作るんで、ここから殴るのどう？ここってこと？そう、お店屋さんするの。あー、なるほど。これめっちゃよくね。この拠点に穴開けたらいいんじゃねえ。て、もうやめてよ、店作った。天才じゃんそれ。ね、もう店作ったって。あー、すごいすごい、めっちゃ店じゃん。めっちゃ店作った店。ここね、このね、お尻のね、ここにね、そう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 、で、こうね、そう、で、今からスバルが殴ってダッシュで帰ってくるから、じゃ今から殴ってヘイト買うから。わかった。おい、ピングマンいねえんだが、もうここ。ねえ、根絶やし。根絶やしになってるよ、ここのピングマン。お前や、みんなおらんくなってるやん。せっかくお店屋さん作ったのに根絶やしや。ピングマンいる、おかえ、あっち。どこ？あ、うい、ダッシュ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 。シュッ。オッケーオッケー、いらっしゃいませー。いらっしゃいませ。はい、いらっしゃいませ。はい、6割引き、6割引き。ちょっと一人しか来てませんけど。でもすごい。いけるよ。オッケー、グーグル、ピックマン沸かせる方法。あるんかな。オッケー、リスナー、ピックマン沸かせる方法。あ、沸いてる沸いてる。連れてくるわ。ちょっと待って、こっち危ない。あっちから。結構これ長距離走じゃん。何匹いる？2匹。行くぞ。おかゆの姿が消えた。ふっふっ。あ、逃げて帰ってこい。うわー、ついてきてる。ご来店来てる来てる来てる。ご来店してる。ご来店してるぞ。あらしゃっせー。いらっしゃい。あらしゃっせー。あらしゃっせー。もう一匹がずっとさ。ちょっと待って、ガッと落とします。ガストいる、目の前。いやみよちゃん、みよちゃん、閉じ込められた。嘘でしょ。オッケー、ふん、ナイス。お、いいぞいいぞ。え、なんか、え、多方面から。あ、2匹いる。え、なんか2匹いる、多方面から。はっ、あ、ワンマン、これもしかして。ちょっと待って、ガスト2匹います。え、いるよね、いるよね。あいつら目良すぎだろ。目良すぎ。あ、ネゴさん。ネゴさん。ネゴタさん。ネゴさん。帰ろう。帰るの？ちょっと置いてこないでよ。帰ろう帰ろう。いやー、大変な割に今ゼロレベなんですが。なんでだよ、1レベからなんでやってんだよマジで。まあ、こっちのがいいっすね。結果ね、あんなネタ。まあ、ねえ、クリーパー湧きすぎじゃない？見てください、おかゆさん。大湧きしてますね。大湧きですよ、これは。クリーパー湧きすぎだろ、マジ。めっちゃ湧いてるよね。スタジアムが吹き飛んじまう、こんなの。やばいよ、ほら、だって見て。お、やばい、やばい。やばいよね。そんな二人にね、エンチャントした鉄の剣を与えよう。そんなのもらったらすぐなくしちゃうよ。あゆの右ケツに弓が刺さり続けてる。はい、これは勇者鉄の剣。いい、あー、それで戦うんだ。なんて強い剣なんだ。でも落としちゃう、絶対すぐ。頑張れ、それぐらいだったらいいぞ。本当に、うん、強い、この剣パワーを感じる。マジで？じゃあもうそっちで戦えるのでは？いや、何言ってんだお前、ふざけんじゃねえ。吹き飛んだ。燃えてる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 。なんで燃えてんのこいつ。あ、この剣のおかげだ。火属性1。お、いいな、煉獄さんじゃん、耐久や。ね、
ちょダッシュで行くわ。死んでしまうぞ。いや死なない。うお死んでしまうぞ。来た。来た。天狗さん。登り炎天。危ねえ。鳥の圧だ。クモ死んでしまうぞ。登り炎天言うとるよこれ。死んでしまうぞ。危ねえこれ。いやいいわ。みんな強さを手に入れたようだね。満喫してる。無事戦闘機。無限来ました。うわー。ただあのレベル30必要なので延長するのに。スバルがあとレベル6や。やばい、陽光で敵が全員燃えてる。陽光が今だ、ここでここでここで我が物とする。お前頭よ、ちょっと待って、頭やめない、やばい、それお前やめない危ねえ。やったー。レベル9だからね。まあまあまあ、まあ、最悪マジで。いろいろ持ち物もなくなった。持ち物やばい、ごめん、鉄を失ってしまった、本当に申し訳ない。それはやばい。また一から始めよう。そやな、ごめんな、大丈夫や。今4レベルまで来ました。遠い。一回今日はこれで終わりにするか。 OK。 まあいろいろなことありましたけれどもね。はい、でもエンチャ代も作れたので、あとはみんなでコツコツ頑張って経験値を貯めましょう。はい、で次はできたら4人でやりたいよね。やりたい。そうだね、うん、まあエンドラまでいけるかわかんないけど、エンドラ手前の準備までは多分できるとは思うから、うんうん、じゃあみんな、じゃあオツスモックで終わりにしましょう。はい、せーの、オツスモック、オツスモック、じゃあねー、バイバーイ。